三ボロダムは、岐阜県大野郡白川村、一級河川、小川本流最上流部に建設されたダムである。電源開発が管理する発電専用ダムで、高さ131メートルと、日本屈指の規模のロックフィルダムである。ただ見川の奥田ダミダム、田子ソダムと共に、OTM の頭文字で呼ばれ、同社を代表する水力発電所の一つである。ダム湖は、三ボロ湖。 水没予定地から移植された松川桜のエピソードでも知られる。ミボロダム湖周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成小川は、太平洋と日本海の分水嶺にあたる、ボシ岳付近を水源とし、白山連峰と日田高地の山間をおおむね北に向けて、流れ、と山湾に注ぐ北陸地方における、 大河川の一つである。流域の大部分は山岳地帯で占められ、シベリアから吹く季節風によって冬季は豪雪地帯となる。また夏も台風の通り道になりやすく全般的にタウ気候である。降り注いだ雨は険しい V 時刻を形成する峡谷を急流となって流れ日本海に注ぐ。急流で水量の多い小川は水力発電を行うには 理想的な川であり、大正時代から黒部川や上岸寺川など近隣を流れる河川とともに水力発電所の建設が進められていた。1926年に白山水力電機が平瀬発電所の運転を開始したことに始まる昭川の電力開発は浅野財閥総水であった浅野総一郎の昭川水力電機により1930年に小牧ダムが完成。 当時日本屈指の出力7 2キロワットの小牧発電所が運転を開始した。同年昭和電力が小牧ダム上流に蘇山ダム、蘇山発電所を完成させ、以後昭和は下流から上流に向かってダム式発電所の建設が進められていった。民間で進められた事業は戦時体制の進展に伴い誕生した日本発送電によって昭和水系の電力施設は 接収、1942年には、小原ダム、小原発電所が完成する。その日本発送電が1951年に、電気事業再編成令によって、分割、民営化されると、小川水系の電力施設は、旧小川水力電気、昭和電力の流れを組む関西電力が継承し、聖伊る、椿原、鳩谷の各ダム、発電所が建設された。 しかしこれらのダムと発電所はあまりある小川の水量を従前に活用できるほどの貯水池を持たず、電力需要の多くなる陶器に発電能力を発揮しきれなかった。このため小川の最上流部に巨大なダムを建設し、それによって形成される大容量貯水池によって下流の水量を安定化させ、下流に建設された発電所の出力を増強する必要があった。 すでにこうした問題は、戦時中より指摘されており、終戦後日本発送電は、昭川での新規開発地点を検索。その結果、戦術の理想を叶えうる地点として1947年、現在のダム地点を調査対象に選定した。1950年には、昭白川貯水池計画として、ダム計画の骨子が固まり、日本発送電分割、民営化後は、 関西電力が計画を引き継いだ。当初は高さ120メートル、総貯水容量約3億2000万立方メートルの重力式コンクリートダムとして計画されていたが、その後計画は大きな壁にぶつかる。その原因は地質の脆弱さにあった。この一帯は断層が多くまた崩落の激しい地質で、1585年には大地震によって、 ダム地点直下にあった菊牧城が崖崩れで埋没し、上州内ヶ島市立一族が滅亡するという歴史もあった。事業の重要性と困難性に鑑み、発足したばかりの関西電力では工事の遂行が困難であると見た政府は1952年に発足した特殊法人電源開発に事業を移管させる方針とした。これは、 電源開発促進法第12条第2項に定められた電源開発が行うべき開発理由である河川等に係る大規模または実施の困難な電源開発に見ぼろ地点が該当するためであり同年の第3回電源開発調整審議会で正式に電源開発が事業主体となることが決定以後関西電力に 地質調査を代行させながら事業を進めた。地質調査の進捗に伴い、地質の劣悪さがさらに判明していった。建設地点を何箇所か変更しても結果は同じであり、重力式では事業費が高騰することが予想された。電源開発は地質が弱くても建設が可能なロックフィルダムによる建設の検討を開始する。当時、建設省が 岩手県に石淵ダムを、また岐阜県が小淵ダムをロックフィルダムとして完成させていたが、いずれも中小規模であり、高さ100メートルを超えるロックフィルダムの建設は日本では実施されていなかった。電源開発はアメリカ合衆国より技師や地質学の専門家をたびたび招聘して助言を受け、さらに各電力会社の土木部長や、 土木学の専門家を現地視察に招いて意見を求めた。この頃は朝鮮戦争に伴う特殊景気で工業地帯の生産力が飛躍的に向上し日本経済は活性化に向かっており一層の経済発展にはさらなる電力の供給が不可欠であった。また民間の電力需要も急上昇していたが当時の日本は戦時中の物資不足や空襲による 施設破壊により発電施設が絶対的に不足していたため電力の需要と供給が著しく不均衡な状態に陥っており慢性的な電力不足によるたびたびの停電に悩まされていた。従って安定した電力供給は日本経済の発展と治安維持の両面で喫緊の課題となり、早急な電力開発は国策にもなっていた。 早急な新規電力開発及び電気料金に影響を及ぼさない費用対効果の観点より出た結論はロックフィルダムの採用であり1954年にミボロダム計画は日本初の大規模ロックフィルダム計画としてスタートしたダムの建設される地域は白川村と大野郡小川村にまだがる かつて、ゲゲの国と呼ばれ米の収穫がほとんど見込まれなかった、ヒダ国において、この地域は貴重な国倉地帯であり、かつ木材運搬などで豊かな土地柄であった。ダム建設に伴い174世帯230戸が水没し、約1200人が移転を余儀なくされることから、水没予定地の住民は猛然とダム建設計画に反対した。 反対運動は1952年に国会で電源開発促進法が審議されていた段階から始まった。それは同法により誕生する電源開発がダム計画の事業主体になることが推測されたことによる。背景にはこの土地が冬季の豪雪より身を守るために培われた地域風土があった。すなわち過酷な気候を克服するため住民は課長を 中心とする大家族主義によって生活基盤をなし、課長のリーダーシップによって厳しい生活を乗り切っていた。保守的な考えを持つ課長の権限は絶対で、不素伝来の土地を失うことに、彼らは強烈に抵抗した。また除雪作業や合掌作りの建て替えなどを通じ、強固な地域共同体が年月をかけて、 形成されていたことで、縦と横の関係が結合して、一致団結した反対運動につながった。またダム建設より、白川村と小川村の両村が水没対象となるが、ダム建設により支払われる固定資産税は、水没地域の大半を占める小川村ではなく、ダム本体が建設される白川村に支払われることで小川村住民の 犠牲が大きくなることも理由にあった。したがって反対運動は小川村の方が激しかった。1952年6月、水没対象となる230個は、ミボロダム反対規制同盟を結成し、一致団結して反対運動に当たる。電源開発は同年11月より交渉を開始して工事用地の買収に取りかかるが、 同盟会はこれに反発し反対運動は激化した。ところが反対運動の先鋭化を疑問視する住民たちが現れ56個の住民が同盟会を脱退し交渉に応じる姿勢を見せた。危機感を募らせた残る174個の住民は一層の団結を図るべく同盟会を解消、会員の意思として絶対と死守の語を加えた。 ミボロダム絶対反対規制同盟死守会を結成し一歩も引かない姿勢を取った。この死守会において先頭に立ったのは初期長に就任した女性住民の若山義恵であった。翌1953年2月には先に同盟会を脱退した住民と後に死守会を脱退した住民の合わせて76個が交渉に応じて移転契約に応じた。しかし先に述べた。 地質問題でダム地点を移動したことで移転契約に応じた住民の移転が不可能となり全くの膠着状態に陥る当時はタゴソーダム保障事件など日本各地でダム建設に伴う保障問題がクローズアップされており国会でもミボロダムの問題が議論された当時の第二次鳩山内閣は電力行政を管轄する 石橋丹山通商産業大臣に1955年水没予定住民の生活実態調査の実施を指示するなど対策に頭を悩ませた。調査完了後内閣は声明を発表し速やかに保証交渉を再開して予算の範囲内で協力者より推進を図る方針が下された。この結果8月には交渉が再開されて50個との保証交渉が完了したが 死守会とは話し合いすらできない状態が続いた。膠着状態を打開するため、電源開発初代総裁で第2次鳩山内閣の経済審議長長官でもある高崎達之助は自ら何度も現地を訪れ死守会のメンバーと対談した。高崎は時に涙を流しながら膝詰めで話し合いを行い、心情をとろして住民の理解に努めた。 また電源開発副総裁である藤井総司は1956年5月8日に現地を訪問し、死主会住民に対し幸福の覚書という保証交渉の基本姿勢を提示した。それは以下の内容である。この幸福の覚書提示と続く8月に長和は保証対策本部を設置して、 覚え書きに沿った誠意ある交渉を行うことによって、堅くなに交渉を拒否していた、死主会も態度を軟化させ交渉に応じる姿勢を取った。こうして、足掛け7年にも及んだ保証交渉は1959年11月、死主会の解散によってすべて終了し、全水没世帯との保証交渉は妥結した。この解散式の直後より、口述する昇和桜のエピソードが始まる。 幸福の覚書に見られる電源開発の保証交渉に臨む姿勢は高崎の理念に沿ったものであり、佐久間ダムや田後層ダム、手っ取り川ダムなど電源開発が携わるダム事業のほとんどで見られた。このため大規模なダム計画であっても電源開発のダム事業は比較的短期間で事業を完了している。こうした住民重視の姿勢は 現在のダム保障の基本姿勢である、住民の合意形成なしには、ダム建設は行えないの端緒でもある。これと対照的だったのが、建設省で、同時期発生した蜂の市場紛争や、沼田ダム計画反対運動、川辺川ダムがそれを物語っている。なお、ゲームアニメ、日暮らしのなく頃に、で登場する日並沢ダム計画とダム反対運動の、 ストーリーは、ミボロダムをモチーフにしており、作中に登場する、鬼が淵死守同盟という組織名は、死守会より、ダムや、記念碑は、ミボロダムのそれをモデルにしている。昭和桜ミボロダムを語る上で欠かせない、エピソードとして、昭和桜の移植事業がある。ミボロダム絶対反対規制同盟死守会、解散式の後、高崎は水没予定地をもと、死守会初期長。 和歌山吉らと共に歩いていた。降臨時に差し掛かった時、樹齢400年以上に及ぶ東ず岸桜に目が止まった。見事なその枝ぶりを見た高崎は同行していた電源開発社員に桜の保護を要請。さらに当時桜研究の第一人者として桜博士とあだ名されていた笹部慎太郎に桜の移植を依頼した。固定に沈む。 予定の降臨時の桜と、寺市しレンジの桜を200メートル上の山腹に引き上げ、約1500メートル移動させるという前例がなく、途方もない依頼に当初ザサブは断ろうとしたが、高崎の熱意に折れてこの事業の葬式を取ることとなった。1960年、高崎とザサブは、愛知県豊橋市の造園業者、庭製造園の庭正光の助力を得て、 本格的な移植作業に取り掛かった。だが、移植方法をめぐって笹部と庭の意見が対立した。桜は外傷に弱い樹木であり、少々の枝折れ等で簡単に立ち枯れするような、デリケートな植物であった。このため桜に精通する笹部は、枝も根も伐採せずに移植することを主張したが、庭はあまりにも巨木であるため伐採なしの移動は、不可能として真っ向から対立した。 その後にはは、根などを計測するが、多くの根が張っていることと若い根が予想以上に多かったことから職人としての長年の経験と勘に基づき、笹部が、不在の際に独断で枝、根の伐採を行い移植を開始した。 移植作業は、ダム本体工事を担当する間組も共同で実施、ブルドーザーやクレーンなど、大型機械を駆使して慎重に釣り上げ、国道156号沿いの湖岸予定地に1960年12月24日に移植が完了した。根も枝も幹も伐採され無残な姿を晒した日本の老木を目の当たりにした笹部は、あまりのことに愕然としたと言われる。 総責任者であった笹部には水没予定地の住民や植物学者、果てはマスコミに至るまで全国各地から避難の声が寄せられたという。笹部も後日移植に失敗したら桜研究から完全に身を引く覚悟であったと回想した。だが、翌1961年の春、桜は移植場所に根付く、活着に成功しつぼみをつけた。 アクル1962年には移植された老木の傍らに水没記念碑が建立され、500名の旧住人と高崎、笹部が集まった。この時高崎は計画発表以来移転を余儀なくされる住民の皆様の幸せを願いながらダム事業を進めてきました。皆様の犠牲は国づくりに大きく役立っております。という胸の挨拶を行い、 途中間極待って涙したと笹部は後に記している。さらに移植から10年後の1970年春、日本の老木は満開の花を咲かせ、11年に及ぶ小川桜の移植事業は成功に終わった。高崎と庭はすでになくなっていたが、笹部や水没地の元住民は桜の移植場所に集合し、事業の成功を喜び合った。その後も、 水没地の元住民が毎年春に集まり、高度経済成長の礎として固定に没した故郷を偲んだ。この昇華は桜移植事業は、世界でも前例がないものであり、世界植物市場の奇跡とまで言われた。桜は建設当時副総裁として、保証交渉に携わった第四大総裁の藤井、総治によって、昇華は桜と命名された。 これには1964年、笹部が受け取った高崎からの手紙の中に、桜の名前を取り決めておきたいという文言があって、それが契機となっている。この手紙が高崎の絶筆となっており、病床にあっても桜を思う高崎の気持ちを伺い知ることができる。1966年12月13日には、岐阜県の天然記念物に指定されている。 昭川桜は現在でも電源開発が保守、管理を直轄で実施しており、実際の手入れは現在も一貫して庭製造園が手がけている。昭川桜はその後移植前へよりもさらに枝葉を伸ばしているが、四守会初期長であった和歌山が昭川桜のすぐ傍らに二世を植樹、さらに全国各地にも昭川桜二世が移植され花を咲かせている。 例年4月下旬からゴールデンウィーク頃が見頃であり、春の日田鉱山祭りと共に、日田地方に春を告げる風物詩にもなっている。水上勤は、この昭和桜の天末を桜森という小説に表した。ダム付近を通る国道156号で運行されていた国鉄バス名金急行線の車掌であった佐藤良二は、 庭から昭和桜の移植前から活着後までのすべてを写真で記録することを依頼された。開花した昭和桜に感動した佐藤は太平洋と日本海を桜で結ぼう運動を行った。このエピソードは1994年には映画化、2009年にはテレビドラマ化もされた。この運動によって、 桜が植えられた街道沿いを走る桜道国際ネイチャーランなどのスポーツ行事が行われている。工事については1957年5月よりダム本体建設に最初川の流れを工事現場より迂回させる仮排水路工事が実施され、翌1958年4月より本体工事に取り掛かった。日本初の大規模ロックフィルダム建設については総事業費の高騰も、 予想されたため電源開発は国際復興開発銀行より1000万ドルの融資及び政府外債3000万ドル発行に基づく財政等融資による資金援助が行われた。なお、政府外債の発行はこの事案が専後最初である。ダム工事は材料となる岩石を採取するため1957年9月27日から1960年9月19日までの 約3年間に26回の葉っぱが行われ、使用した火薬の量は1676トンに及んだ。こうして、包み体積795万立方メートルにもなる巨大なロックフィルダムの原料が確保され、佐久間ダム建設で培われた大型重機の駆使による盛り立てが2年5ヶ月の間実施された。そして1960年10月にダム本体は完成。 翌月より、試験的に貯水を行いダム本体や周辺への影響を検証する試験淡水が実施され、1961年に完成した。完成当時はその規模から、東洋一のロックフィルダム20世紀のピラミッドとも称された。高さでは、ロックフィルダムとして日本第5位である。ダムは水を遮る壁である。 車水壁が斜めに傾いている、傾斜土質車水壁型ロックフィルダムという形式であり、2009年、現在300カ所を超える日本のロックフィルダムにおいては、貴重な形式である。ダムの包み体積は、佐久間ダムの7.5倍、旧丸の内ビルの41倍にも及び、ダム直下の国道156号や PR 施設で、ある、ミボロダムサイドパーク、ミボロ電力館から、 その巨大な停滞を望める。膨大な量の体積は、ダムの安定化に重要な役割を有し、ダム完成直後の1961年8月19日に発生した北美野地震において、ダム地点では震度5の強震を記録し、見頃第二発電所付近の建設現場では地滑りが発生し4名の犠牲者を出す被害となったが、 ダム本体は損害を受けずロックフィルダムの耐震性に対する信頼が増大した。ミボロダムにおける思考経験はその後の日本におけるロックフィルダム建設、さらには大規模重力式コンクリートダムの建設技術の基礎となった。ミボロコダムによって形成されたミボロコもダム同様日本屈指の規模の人造庫である。湖の総貯水容量3億7000万立方メートルは ロックフィルダムでは同じ岐阜県にある徳山ダムに次いで日本で第2位湖の表面積である。淡水面積880ヘクタールは徳山ダム、く流ダムに次いで日本で第3位の規模である。なお、みボロダムは水力発電専用であり多目的ダムのように洪水調節といった治水目的は有していない。 しかし莫大な貯水容量を有することから、台風や豪雨に際して行われる放流で、小川の下流沿岸地域に与える影響は大きい。このため1966年5月、河川行政を管轄する建設省は、ミボロダムのような利水専用ダムに対して、河川法に規定されたダムに関する特則を遵守させるために通達を発令した。 この建設消火線局長通達、伊達川発第178号において、ミボロダムは第一類ダムに指定されている。第一類ダムとは、豪雨や台風に伴う放流による下流への影響を防ぐために、あらかじめ貯水池に洪水を貯水できる空き容量を確保して、異常気象時に備えることが必要とされたダムを指す。このため下記には、予備放流を実施して、 ダム湖の水位を下げ、洪水の際にはそれを貯留する役割を持つ。ミボロダムは治水目的を持たないが、この通達によって多目的ダムを本流に有さない、小川の治水安全度向上において重要な位置を占めている。ミボロ発電所で使用されていた水車ミボロ発電所は、ミボロダム直下の地下に建設された水力発電所である。 認可出力は 215000kW で、揚水発電を除いた一般水力発電所としては日本でも有数の出力を持つ水力発電所である。当初は最大 142000kW の地上式発電所として計画されていたが、当時関西電力がミボロダム直下流に建設していた鳩谷ダム発電所との間にある落差を有効利用するため、 ダム砂岩地下に建設が変更され、同時に出力も7万3 0 0 0ット増強された。発電所はダム地検淡水中の1961年1月より16万キロワットの一部運転を始め、ミボルコが満水になった同年5月より全面運転を開始し、運用がスタートした。ダム停滞のすぐ下流岸にある地上施設は発電所ではなく、 海閉所などの送電用施設である。対岸には、電源開発の PR 施設、ミボロダムサイドパーク、ミボロ電力館があり、電気の仕組みなどを学ぶことができる。発電所で生み出された電力は、ミボロ幹線と呼ばれる送電線網で、中部電力と関西電力に供給される。関西電力へは、ダム停滞下流にある海閉所から、 関西電力新北陸幹線に直接接続されるルートと岐阜県関市にある関海平所において丸山、新丸山発電所など基礎川水系の発電所群で生み出された電力を送電する関西電力丸山幹線に接続されるルートがあり、それぞれ近畿地方へ送電される。一方中部電力へは関海平所から名古屋変電所に至るルートで名古屋市などへ送電される。 この三ボロ幹線の完成で、東は、只見川の水力発電所群から、西は、三ボロ発電所までの広域送電網が完成し、太平洋、ベルト地帯における火器や、冬季の電力消費ピーク時の電力融通が可能となった。特に、ダム完成年の1961年冬、極端な異常滑水と火力発電所事故による電力危機が発生したが、 ミボロ発電所は、佐久間発電所、奥田ダ見発電所、田護僧発電所と連携して緊急に発電することにより、非常事態を乗り切ることができた。ところが1965年6月22日、ミボロダム近傍の幹線の一部が崖崩れによって、ダム停滞下流の開閉所と送電線管が遮断され、これが、送電系統保護上の盲点事故であったため急激な、 周波数低下へと発展し、供給先の関西地方で大規模な停電事故が発生した。この見ぼろ事故と同年11月に発生したニューヨーク大停電を契機に、見ぼろ発電所屋外開閉所などの改良工事が行われ、不測の事態に対応した。これ以降事故は発生せず、見ぼろ発電所は中部、近畿の電力需要に貢献している。 電源開発は、ミボロ発電所運転開始後も、小川の開発を進め、ダム直下流で、小川に合流する大白川に、ミボロ第二発電所を1963年12月に運転開始した。これは、大白川に高さ95メートルのロックフィルダムである、大白川ダムを建設して、ミボロ湖までの落差460メートルを利用した発電を行い、 最大5 9 2 0 0ットを発電すると、同時に、三ロ発電所の出力増強を図るものである。また、1971年11月には、三ロ湖に注ぐ小上郷川の支流である大国、谷川に大黒谷ダムと尾上郷発電所の運転が、開始されている。関西電力も、既存の水力発電所再開発を進め、新祖山、新大原、新西で、 新椿原の発電処分を1970年代に完成させ、小川水系は日本屈指の電源地帯の一つになった。現在は小川における新規の電力開発は行われておらず、地水用紙目的とした河川総合開発事業、戸賀ダムが国土交通省によって支流の戸賀川に施行中である。ダム周辺には観光地が多い。下流には 菊萌城跡や世界遺産に登録された白川号、五香山合唱集落がある。白川号と五香山間の国道156号は通称飛越橋合唱ラインと呼ばれ、橋を渡るたびに岐阜と山県境が入れ替わる。上流には昼賀の高原があり、冬季はスキー客で賑わう。この地域は太平洋と日本海の分水嶺にあたり、 北陸に降った雨は、小川に流入して、日本海に南陸に降った雨は、長良川に流入して、太平洋に注ぐ。秋にはこの付近一帯は、見事な紅葉で彩られる。またこの周辺は、ダム密集地帯でもあり、昭川本流、支流のダム群のほか東には、下小鳥ダム、西には、手っ取り川ダムがある。周辺を通る、 主要道路はかつて国道156号しかなかったが、2008年7月5日に、東海北陸自動車道が全線開通し、高山市内とともに、名古屋市、富山市からのアクセスが格段に向上した。名古屋市方面からは、小川インターチェンジより、国道156号北上、富山市方面からは、白川号インターチェンジより南下すると到着する。白川号からは、 白山白川号、ホワイトロードが石川県白山市まで通じており、6月から11月の間は通行が可能である。ありがとうございます。